今日の川柳、一平の葉っぱは一平マーサイビーン。さあ、ということで始まりました、株式会社クガニプレゼンツオリジンアワーエコー、始まりましたね。え、来ました、今日もね。ベタな、ベタな、そう、これも一平っていうのは木の名前でね、はい、それはもう内縄口の一平とってもっていう、うん、このダジャレだけは死ぬまで言うまいと決めて育ってきたんですけど、ついに解禁してしまいました。いや、逆に新鮮、逆に新鮮だろう、もはや一平の葉っぱは一平マーサイビンというね、はい、これはもう令和の3年にもなってなかなか聞かないですよ。おめでとうございます。今日聞いた皆さん、ありがとうございます。なかなか聞けません。しかもこのプロの口からね、飲み会でもないよ、そこから聞けるとは。おめでとうございます。出し尽くされた感もなく、そうそうそう、新鮮に聞けます。4月後半にね、はい、我々クガニファームで植え付け作業したんですけども、はい、その時にもおそらく誰かが言ってたでしょう。いっぺん暑いねとかね。そうなんです。はい、一平、別名、おー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 、扇風機が風を受けて倒れるというね、初めての体験。ちょっと画角ずれた気がする。ずれた、ちょっと一応確認しよう、ね、ちょっと確認しよう。俺は風を送る側なのに風にやられたぜっていう。大丈夫ですか、言えますか。大丈夫だと思います。あ、ます、あ、よかった。いやいやいや、ね、音声だけの方は全くどうでもいい話だと思うんですが、大事大事ね、うん、さあ、そう、その小金農園、別名小金農園ということで、はい、小金ファームにぴったりじゃないかということで植え付けしたんですよ、はい、で、あちらこちらに、うん、長さこれぐらい、そうですね、1メーター1メーターちょいぐらいか、はい、ぐらいの細いのを植え付けしましてね、細いんだけどしっかりと立って葉っぱもあって、はいはい、まあ、ただ風も強いしということで、うん、パイプをね、はい、立てて全部パイプにこうくくりつけて、はい、しっかりするまではさ、よちよち歩きだから、はい、自分の足でしっかりと立つまで、根を張るまでは、うん、補強していこうじゃないかと、はい、いうことでやって、この辺にもね、うん、あるんですよね、なんと100本以上、100本ね、あ、100本でした。100本で、まあまあ、100本以上に100は含まれてるから、あ、間違いではないんだけど、まあ、100本ですね。100本。100本植え付けまして、うん、で、ここも今、画面で映ってる範囲で言うと、うん、この辺にもあるんですけど、はい、この間ですね、うちのヤギリーダーの岸本がですね、はい、この辺にちょっとヤギを移動してくくりつけて、はい、で、この辺の葉っぱ食べるんですよ。うんうん、そしたら、なんともう余裕で一平に届く範囲にくくっちゃって、こっちの4本5本ぐらいもう葉っぱやられてんだよね。ちょっと映像で見てる方のためにちょっと分かりにくい、もうだいぶ分かりにくいと思うんですけど、この鉄パイプに、そうそうそう、湯はえられてるというか、一応茎自体はまだあるんだよな、多分生きてはいるよな、生きてはいるんです、ただ葉っぱはないんです。で、これはこれ何でも分かってる、これ、あ、これ映ってないかな、こっちの、あー、もうカメラが動く動く動くね、とか何箇所か、もうちょっとヤギちゃんに、うちの2頭のヤギちゃん、純子となった、ヒロシ、違う、実際あってた、弥生じゃなくて、なんだっけ、純ちゃんと米軍じゃなくて、お前分からんば、はい、分かんないよ、嘘だろ、名前で決まった、あれ、ヤギの名前なんだった、ヤギの名前、うん、あやと、あやと純子さん、なんて、ありがとう、なんでそのな、純子さん、まあ、純子さんは岸本のお母さんですよ、はい、それは存じて、そうそうそう、あーやはあーやで、また、まあ、岸本絡みのね、ああ、なるほど、あー、お前なってるんですよ、確かオスメスだったと思うんですけど、いや、どっちも、うん、どうするかな、ああ、そうなんだ、そう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 、はあ、いや、どっちも、メスだはずよ、うんうん、そう、純ちゃんと、あーや、純子さんとあーやが、葉っぱを食べちゃってね。まあ、いずれこの一平の木が大きく育った時にそういう思い出話もできるでしょう。ちゃんとなんか葉っぱ食べられちゃってるんですけど、うん、新しい芽がまた息吹いてます、ね。あ、葉っぱが、葉っぱのちょっと出そうな、はい。そうそう、多分生命力強いから、うん、逆にね、
まあ、あのヤギの皆さんもそのエネルギーをいただいてということでいいんじゃないでしょうか。さあということで今日もですね、はい、泣き人村今泊まりにあります久我兄ファームからお届けしております。もう暑いんでね、あのいつもバックの景色考えてるんですけど、はい、というよりも我々のこの影を優先的に今回は今日ははい、場所決めさせていただきましてね、なんか影に来ると風もあって涼しいですね。そうそうそう、影はまだね、はい、風が強い分涼しいんですよ。あ、どうもどうもね、受験の皆さんもやってきますよ、はい、いやいい感じで、はい、まだお昼なんですけど、ね、この木漏れ日がね、ま、だからな、柔らかい雰囲気これにあるけど、はい、あと多分もう数週間もするとセミがうるさくなってくるのかね。あ、セミおそらくね食べたくなるぜ。いやいや食べたくならんわけよ俺は。よく勘違いされるんだけど、ね、まあ、僕のおじいちゃんのコントの自己紹介であるんですよ。はい、大峰健太郎78歳、好きな食べ物はセミっていうね、うん、あれはあくまで大峰健太郎好きな食べ物はセミ。便秘だよね。確かにちょこちょこ言われるのよ、便秘さんセミ好きなんですかって。いやいや 俺じゃなくてってネタだ。そうそう、大峰源太郎さんね、あのおじいちゃんはそういう感じでやってますけど、うんうん、僕自体はもう正直食べたこともございませんと、うん、今年の夏こそね、はい、ちょっと食べてみようかなと思って。おお、素揚げでも。素揚げなのか、まあ、ただあのいるのか、チャラミ化して、はい、っていう話も聞くけどね、フライパンで殻入りして、うんうん、とかこのお腹の肉っていうの、はい、なんかまずいとは聞いたことがないです。ないよね、シーチキンみたいな味ってよく聞くけど、はい、トゥナみたいな味っていうのはよく聞きますけどね。でも、あ、食う？いやいや、SDGs よ、これも。ああ、確かに。そっか。そうそう。あの、もう昆虫食の時代になりますか、今後突入していきますんで、うんうん、いずれ大峰源太郎印のセミせんべいとか、なんかそういうのを開発していこうかなっていう。あ、じゃあゲストで大峰源太郎さんがいらしてくれる日も近いこともあるかもね。ゲストっていうか、まあ源太郎さん来るんだったら、まあ大人の都合でというか、最初から最後まで大峰源太郎だろうね、はい、あー、そっか。あ、途中入れ替わるのが大変なんだよ、はい、なんとなくね。あ、映像なければいいんですけどね、うんうん、映像もありなんで多分だいぶ入れ替わり大変だと思うんでね。確かに。もう源太郎さん来るときは最初から最後まで。ああ、いいですね、楽しみです。あ、源太郎さんになるかと思いますけど、うん、いずれやっていこうかなと。はい、そうで、また昆虫食ではないんですけど、はい、実はもう発表しちゃう、これ初公開。え、行っちゃうんですか。あ、でもこの収録からオンエアまでの間にどっかで行ってるかも。長いですからね。実はですね、我々株式会社くがにで、はい、くがにファームのメンバーで、お、弁当屋さんやることになりましたよ。よいしょ、拍手機。あ、ごめんなさい、嬉しくてすいません。そうなんですよ、弁当屋、弁当屋をね、うん、元部長の方でやろうじゃないかという話に今なっておりますし、はい、もう弁当屋さんの名前も決まってるんですよね。はい、デコネさん発表しちゃってください。いいですか、僕から、うん、弁当屋の名前は、うん、便秘ズキッチンです。よっよっ。あんまり自信なさげに言った、お前も。俺は気に入ってないんだけどみたいな感じじゃなかった今。全くですよ。本当？いやいや、本物の便秘ズキッチンが、うそう、おもうね、以前から僕のことを知ってくださってる皆さんはご存知かもしれませんが、はい、YouTube でね、うん、僕と、はい、で今オリジンのも代表やってます修理の助、芸人の修理の助と、はい、2人でレンジでチンしてつまみを作りながら酒をただただ飲むっていう、はい、YouTube 放送配信やってまして、はい、まあ、今もアーカイブ見られるかと思うんですけど、うん、レンジでまあつまみ作るっていうだけなんだけど、便秘ズキッチンっていうタイトルでずっと配信してまして、はい、うん、でそのままじゃあそれ弁当屋さんのお名前にして、ありがたい、やろうじゃないかと。おで、なんならもう今のところデコリンさんをね、はい、中心にというか、お、元弁当屋出身ですから、はい、野菜屋もやってたし、八百屋もやってました。弁当屋は半年ぐらい、そうですね、8ヶ月、8ヶ月、8ヶ月だったらもう1人前だから。お世話になりました、はい、弁当屋はね、はい、やったやダメんなよ弁当屋。まあまあまあ、もうデコリンを中心に、まあ、いろんな人とね、メニューは開発しながら、うん、はい、やっていこうかなと。おー、そうなんですよ、いうふうに思ってます、うん、やっ、細かいのはまた随時発表していきますか、はい、うん、いやー、そうそうそう、すげー、そうなんですよ、楽しみです。で、看板もポップな感じにしたいなということで、はいはいはい、じゃあデザイン誰に頼もうかと、うん、
いうことで考えたところですね、はい、まあ、ポップなデザインといえばですよ、ほう、ポップな活動をしているあの肩書きなんだっけ、肩書きがあるわけよ、あれだ、沖縄が誇る、はい、パーティーダンサーのお粒マスタード足村さんにお願いしました。おいしょー。そう、粒さん、パーティーダンサーとして、はい、結構ね沖縄県内余興もあちらこちら引っ張りだこうだったんですけど、うん、で X ファクター in 沖縄で、はい、ベスト9とか、うん、他も歌手ですよ全部。すごいですよね。の中にパーティーダンサーとして変なあのオリジナリティあふれる風貌から繰り出されるオリジナリティあふれるダンスで、そうですよね、もう審査員を困らせたという、うん、もう初めて見たらインパクトすごいですからね、これはどう評価したらいいんだろうかっていう、もう審査員の皆さんに困らせ、それでもベスト9だったかなぐらいまで残ったからね、はい、でそんなダンスが有名なつぶさんなんですけど、うん、実はイラストレーターとしてもね、はい、だいぶ活躍されてて、はい、で絵本も発売してるし、うん、でノンバーバルじゃなくて何だったかな、漫画も描いてるわけ。あ、そうなんですね。で言葉がないセリフレスの漫画があって、へなんてああいうのも一応ノンバーバルっていうのかな、でなんか入選果たしたりとか、ほう、すげえ、するぐらいのイラストレーターなのよ。すごいですよ。なんか定期的になんか個展もやってますよね。そう、まだ恥ずかしながら個展は行ったことないんだけど、はい、結構イラストレーターとしても活躍してるのでっていう縁もあり、まあ、あのいろんな現場で一緒になったり、例えば僕が司会してるヒロインでつぶさんが余興やったりっていう縁もあったり、でさらにはね、つぶさんのお兄さんが、はい、実は僕の小学科の一個への先輩で、うん、あ、そうなんですか。そうなのよ。しかもハンドボで、そう、中学校からなんで、うち中学校僕が2期生なんで、はい、でしかも100名弱、俺なんか学年90名ぐらい、先輩たちも80何名か、うんうんうん、で俺が入った時も2学年で、うん、合計4クラスしかないからみんな仲いいわけ。おお。でさらにハンドブっていうこともあり、じきじきの先輩、もうとっても近い先輩。はあ、そうなんだ。今も東京でバリバリ働いてるけど、へえ、すごいところで働いてるけど、で粒さんもともとニュータウナーってバンドやってたわけ。あ、はい、バンドマンですよね。そう、めちゃくちゃかっこよかったよ本当にもう伝説ですよね。今のパーティーダンスはどちらかというとちょっとコミカル系も入ってるさ、うんうん、めちゃくちゃかっこよかったわけよ、タオル巻いて、うん、もう本当にもう女性ファンがキャーキャーよ、はい、悔しかったね同じ時期にちょうど俺がお笑い始めて、うん、ちょっとしてすぐぐらいに出てきたのかな、ニュータウナーの皆さん。すごい。そうですよね、確か2000年代前半とか、インディーズ、インディーズも、沖縄インディーズがもう溢れてますよね。そう、すごかった頃にニュータウナーあったらもうかっこよかったわけよ、めちゃくちゃ。なんかその時からデザインもありましたかね、ロゴやってたのかな。いや、あれ解散してからだったんです、バンド解散してから。そうなんかそういったのもなんかこだわって作る、もう、うん、バンド名の形も絵文字も、うん、なんかこだわってたイメージがあって。ああ、そうだっけ、うんうん、そうそう、本当にもうお笑いはもう全くワーキャーされないクーってほぞを噛むクーっていう毎日だった。あ、まあそんぐらいもかっこいいかったのよ、うん、バンドとしても、はいはい、でその頃に、うん、ちょうどその1個上の先輩がお兄ちゃんだったから、はい、飲み会後に、はい、そのうちの先輩をつぶさんが迎えに来たことがあったわけ。送ってきたんだから、まあまあ車で来てて、うんうん、でしたら、あ、俺本名は大峰さん、はい、先輩には大峰って言って、大峰ちょっと来て、俺なんか弟なんだけど今バンドやってるわけよ、よろしくねっつって、うん、って言ったのが多分俺初めて会った時だ。本人覚えてるか分からんけど、一回話したことあったっけな、うん、っていういろんな縁がありましてね、今回はもうお願いして。はあ。でね、やっぱ男なのよ、はい、つぶさんお会いしたことある？はい、あります。やたら礼儀正しいさ、はい、謙虚な方で、謙虚、まあ俺は年も上っていうのもあるんだけど、うん、デコリンより年上だよな多分ね、はい、でも礼儀正しいというか、はい、あれでしょ、どうもどうもでしょっていう律儀なところというか礼儀正しいところもあるし、うん、男気もあって、はい、で今回も正直分からんさ、デザイン料とかデザインお願いするときに、確かに、でうちもまだねクレソン出産の出荷も始まってないから、はい、持ち出しはできるだけ少ない方がいいじゃない、はい、っていうのもあったから、ほ、
まずはね、もうデージお願いしたい気持ちあったんだけど、申し訳ないです、つぶさん。はい。まあ、まだあのお願いするかは分からないんですけど、こうこうこういう弁当をやることになりまして、うん、もしよかったらつぶさんにお願いできないかなと思っておるんですけど、ちなみに、デザイン料って通常おいくら万円ぐらいでやってますかと。お高いんでしょうと。お高いんでしょうかなって、どうでしょうかねということでお伺いしましたところですね。はい。なんとつぶさんから、いやもうベンビーさんの頼みなら、うん、いいねでお受けしますと。優しい。兄貴もお世話になってますし、いやいや兄貴にはもうお世話になりっぱなしですよって話なんだけど、マジっすかと。いいねで。いいねでということで一応、200円で。ただでいいじゃん、200円だったら。そうそう。嘘でしょ。そうそう。びっくりした。まあ、この市政の相場ぐらいというか、はい、まあ、ネットで見た相場ぐらい。だから、つぶさんが通常いくら取ってるか分からんわけよ、もう言わんから。だけど、まあまあ、一応ネットで調べた、そこら辺の、まあ、看板デザイン屋さんの相場ぐらいは、はい、提示させていただいて。ああ、ありがたい。そうそう、だって、もう心意気だからね、嬉しいさ、こっちも、うんうん、だし、つぼさんも大変なのよ。そうっすよ、ね、こんな話本人がわいわんこっちで言うのも営業妨害かもしれんけどパーティーダンサーでね、結婚式の余興が、まあ俺なんかも司会が結構食いぶちだったから、はい、それがもうないからね、このご時世っていうことだと思いますね。本当おそらく大変だろうにさ、うん、1円でも本当は稼ぎがあるとありがたいだろうに、そう言ってくれて引き受けてくれたから、ありがたいです。もうありがたい話なんですよ。いやもう頑張って、うん、もうデザインされた T シャツも発注できるようにちょっと頑張っていきますんで。そうだよな、つぶさんデザインでいろいろ、そうだな、 T シャツとかもユニフォームにしてね、はい、入れて、今のところまだ全然完成してないんだけど、まだお願いした段階 で、 ちょっとポップな感じで、はい、俺の似顔絵を一応入れてもらおうかな。似顔絵とかキャラクター的な。あ、いいっすね。そんな飲食店を始めたい。いやいや、見たことある。カン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 。ゴーパチで見たことあるな、そのデザイン。いや、見たい。わからん。俺パッとイメージしたらあれ出てきちゃったんだけど。なんかこんなして、手足上げて、ガーチューを取るみたいな。イメージが勝手に、まあまあ、そこら辺もお任せしようと思ってるんだけど。メガネありかな、なしかなとか。カラジ上げてセットしてるのがいいんかな、してない方がいいんかなとかさ。あ、通常、はい、まあ、前に出るときはテレビとか舞台立つときはセットしてるんだけど、うん、日常俺ラジオとか、まあ、この番組も、うんうんうん、まあこの番組半々かな、セットしたりしてなかったりなんだけど、どっちがいいんかなって、やっぱりちょっととっつきやすい方がいいですよね。はい、で皆さんのイメージどうなんだろうなと思って。いやもうじゃあぜひメールでもご連絡いただいて、うん、いやこの番組でメールいただいたときにはもうある程度済んじゃってる、素案が上がってる頃だと思うんですよ。あ、なのでまあまあ近々、近々というかこの収録日が今5月17日なんですけど、はい、まあまあまあ、その近辺で皆さんにもアンケート取ってみようかな、はい、ツイッターとかで、あ、いい、どっちがいいですかみたいな。ツイッターいいですね、なんか投票制とかのシステムありますから ね、そうそう、そしたらもうメガネありなし、紙セットありなし、うん、で4パターンか、はい、セットあり、メガネあり、セットなし、メガネあり、セットあり、その4パターンかね、4パターン取って、で、多い方は決まるさね、はい、で決まったのに票を入れた皆さんは、うん、全員お、間違いなく、うん、弁当食べに来てください、来てください、よろしくお願いします。ちょっと何かサービスするかもしれない、はい、デコリンの給料から引っ越し、引っ越しでもいいよ、やるよ、嬉しいですから、ね。そう、いろいろね、案はあって、うん、まあ、もちろん僕も出られる限りは出ようと思ってるし、ぜひお願いします。そうで、デコリンしかり、うん、でうちのメンバーのね、ニッチとか岸本とかも入ってもらって、はい、うん、でこうシフトも1週間単位とかでも出せたらね、はい、あ、じゃあデコリンがいるとき行こうとか、岸本いるとき行こうとかっていう感じになるのも面白いかなと思って、うんうんうん、ね、俺も少なくとも2回は週に、うん、少なくともね、はい、出たいと思ってる。そこに行くと、もしかしたらベンビーさんが弁当を食ってる姿が見られるかもしれない。いや、食ってる姿は見せないでしょうかな。一生懸命働いてる姿を見せようかな。食うのはちょっと隠れてくわ。いやいや、絶対味見がかりになっちゃうから。あ、まあまあまあ、うん、いやいやいや、あにゃあ、頭に切ってる弁当を食ってる、た
ただ飯食って帰るだけやしって言うんだろ。いやいや従業員の間で。いやいや。ありやよ。自分の名前だけつけてから、ただ飯食らってから、ね。いやいやいや、農場長プラスああもう綿密キッチンですから。綿密キッチンだからね。オッケーなんですよ。いやでも本当にもう現場はもうデコに中心にということで、ここもそうなんだけど。はい、頑張ります。岸本ミッチーで。うん、やってもらって本当もありがたい、頼もしいメンバーがね、はあ、揃ってるんで本当ありがたいですよ、うん、そうで八重岳の近くなんで、はい、今月中にオープンちっちゃい超厳しいかな6月、うん、でもなるはや案件で動いてるからこれね、そうですね、6月には間違いなくオープンしてると思うんです、うん、思うんす、うん、で観光シーズンじゃないですか、はい、夏場ね、うん、ぜひやんばるドライブがてら、はい、詳しい場所はまたおいおい、おいおい、お聞かせしますけど、うん、発表しますけど、うん、八重岳近いんですよ、うん、でまあ夏場なんでもちろん桜とかの時期ではないんだけど、はい、そういったのもあるんでぜひね、ぜひ、うん、ドライブがてら来ていただきたいなと、なんか元部の弁当事情を知ってる方からのメールも欲しいですよ、そういうのは欲しいですね、まだまだ全然欲しいです、うん、オープンしてからでも欲しい、そうですそうです、うん、なんか、うん、いい情報あればちょっと参考にさせていただきます、うん、そう、元部でパーラーというか弁当もやってるよっていう人の話一人だけ聞いたんだけど、はい、うん、まあうちの、まあ、義理の妹も弁当こんなしてやってるんですけど、正直簡単ではないですけど、うん、まあ便秘さん、お便秘好き、ちょー面白い、面白いと思います、あ大丈夫だと思いますけど、うん、やっぱり飲食なんで 100% 大丈夫とは言えないですけど便秘さんが便秘好きってやるんだったら面白いと思いますっていう一応前向きなお声はいただいてます。いやそりゃそんな簡単じゃないよ、簡単だったらみんなやりますから、やりますからね、そりゃそうなんですよ、うん、って感じでやりますんでぜひ一つよろしくお願いします、はい、さあ株式会社クガニプレゼンツオリジンアワーエコでは皆さんからのメールも募集しております、はい、毎週一応ね、はい、テーマを設けて僕のツイッターを中心にテーマ発表してますので、うん、まあ、そのテーマに沿ったメッセージと、うん、普通おたでもいいですよ、うん、普通のお便り略して普通おたと最近はよく言ってますけど言うわけ分かる、マジ本当に普通おたって言うわけ、でももう去年ぐらいからかな、俺ラジオやってながらも知らんかったからね、普通おたですって、普通おたどういうこと、そう、普通のお便り略して普通おたって今言うのよ、そうそう、だからテーマに沿ってなくてもどうしても今日こんなことがあったんですって言いたいのがあれば、はい、そんな内容でも結構でございます、はい、毎週新規でくださった方の中から抽選で1名様にクレソン1束1束か2束プレゼントしておりますので、はい、一応ですね、もう常連さんもいるんですよ、毎週メール送ってくださる方も、ありがとうございます、もちろん番組としては助かってるんですけど、はい、毎週定期便みたいに送るのもなんかね大変なので、一応毎週送ってくださってる方にはまたほとぼりが冷めた頃にまたお送りしますんで、うん、できれば新規の方から抽選で1名様、はい、プレゼントさせていただきますんで、うん、住所連絡先、はい、まあ、もちろん本名等ですね、うん、書いて、うん、オリジンアットマーク fmnaha.jp すべ、はい、て小文字になっております、ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp の方までお送りいただきたいと思います、はい、なおいただいた情報はそうですね、便秘農場長からのお得な情報をお送りする際にも使わせていただきますので、はい、そういったものを希望しない場合は情報希望しませんとかね、うん、一言明記いただければプレゼント発送用のみで使用しますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、で県内の方は当選者の方は、当選者一応僕かデコリンが直接配達しようかなっていうね、うん、ことを考えております、はい、なのでまだ今県外の方にはもうお二方今発送済みぐらいか、そうです ねまだだいぶ遅れて申し訳ないんですけど、はい、県外の方あと二人いたっけ、あと二人いらっしゃいます、いらっしゃって、まだごめんなさい、はい、送ってない方もいるかと思います、もしかしたら大山で届いてるかもしれないですけど、はい、で県内の方はクガニオリジンはエコー事務局の方から、はい、随時連絡させていただいて、うん、待ち合わせ場所どっかの近くのコンビニでとかって言えば、あ、そうです、持っていこうかなと、はい、直接積み立てをお届けに参ります、そう、デコリンの新しい車でね、あ、前回4万円の車から今回はグレードアップして6万円の車あれです、あれです手に入れましたんでね、可愛いでしょ、色が綺麗でしょ、クーラーも効くんでしょ、ガンガン効きますよ、もうすごいよね、もう良かったですよ、じゃあその金庫も一応こっち持ってきて見せる、4万円もうかからない、かからない、かからない、押してからさ
無縁にもかからなくなっちゃってお前そういえば抹消したの。いや今から抹消しないと、はい、ちょっと時間作って、はい、ね、ちょっと早めにやります、はい、うん、そんなこんなでやっておりますんでねよろしくお願いします、はい、さあじゃあメールも今日もね、うん、届いておりますんで、はい、紹介してみましょうか。はい、さっき始まる前の段階で3通ぐらい届いてたけど、お、ありがとうございます、ね、本当ありがたかし、はあ、さあ、トン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 、うん、3通変わらずといったところですね。じゃあこちらからいきましょう。あ、この番組ではお初、お、ベンビーさん、デコリンさん、こんにちは。こんにちは。こっちでは初めましてのアンツバです。アンツバさんどうもありがとうございます。アンツバさんももしよかったら住所、あ、そうか、うん、そうだね、今日初めての方がお二人いらっしゃるのよ、うんうん、一応抽選するんで、はい、あ、どうしよう、プレゼント希望であれば、うん、住所とか連絡先教えていただく、はい、ね、うん、じゃあまずアンツバさんのメッセージね、はい、今日のテーマがですね、やり直せるならやり直したいことというテーマで募集しました。はい、テーマ、やり直せるものならやり直したいこと、うん、29歳、あ、あのね、どこっても言っていいよね、アンツバさん南大東なんですよ。あ、そうです、はい、離島にお住まいで、うん、29歳の時にサトウキビの運搬の仕事をしていたんですが、はい、その時に出会った広島から来た陽子ちゃんに告白した時に戻りたいですね。いいですね、淡い淡いよよ淡いよ、アンツバさん、現在40ちょいかな、アンツバさん、はい、40代、29歳の時、青春だ。広島から来た陽子ちゃんに告白した時に戻りたいですね。あ、毎日陽子ちゃんと夜ドライブに行っていて、はい、1ヶ月ちょい経ってから告白したんですが、うん、突然陽子ちゃんは泣いてしまい、恋愛に奥手だったので何もできませんでした。かっこ涙。でもそういう経験を積んできたからこそ、はい、ベンビーさんやデコリンさんに会えたんだとポジティブに考えるようにしています。いや、めっちゃポジティブ。かっこどっちかといったらネガティブですが。どっちを。そっか、29歳。え、泣いたイコールごめんなさいってことだ。いや、だからこれは分からんさ、涙のわけなんだ、うん、そう、ただだからそれはアンツバさんが恋愛に奥手だったからもう何もできなかったっていう。あ、なんで泣いてるの、なんで泣いてるのっていうか、どうするじゃあお前告って、はい、まあ、29歳として20代後半、はい、広島から来てます、うん、で、おそらく出会って1ヶ月ぐらいでしょう、うん、南大東、いろんな思いがあると思うわけ。確かに、その涙って、まあじゃあデコレンタどうするか、告った時に相手の女性が何も言わずに泣き出しちゃった、はい、え、まずもうこの、まあ、当時携帯も、あ、携帯あるな、29メール、ああ15年ぐらい前、まあメールもあるか、ありますね、あ、メールであるか、はい、とかも、あ、まあじゃあそっか、連絡はじゃあ取れるね、まあそういう状況です。まず1ヶ月続いたドライブで何かまずいことをてしまったのかなっていうことをプレイバックして思い出すと思うんですけど、あ、確かにな、駆け巡るわな、えってびっくりして、そうだよね、だって多分泣き出すとは思わない、ね、と思うんですよ、その世もいつものように、はい、多分毎日楽しくじゃないともう陽子ちゃん来ないんじゃん、うん、か狭い島だからもう逃げられなくて本当は行きたくないけど今日も迎えに来た、これもう行きたくないって本当は思ってたのに、広島に行きたくない、行きたくない、広島帰りたいなのに毎日これと迎えに来る、でもね、我慢しなくっちゃ狭い島だから何この人告ってきたっていうも我慢できた涙だったかもしれんけど、まあでもまあそういうのないとしたら僕だったらそうだな、うわ、一旦謝るな、ごめんなんか急に、うんうん、そうだよな、急にびっくり、そんなまだやって1ヶ月ぐらいだし、うんうん、OK、 ごめんごめん、分かった、じゃあまあ今後も一応、はい、まあ、よかったらドライブとかしながら、うんうん、まあ、広島にいつ帰ったのか分からんけど、うん、まあ、広島帰ってからもちょいちょいメールとかできたら嬉しいなぐらいでもう引くね、うん、はい、そこでもしかしたら陽子ちゃんが気があるんだったら、うん、違う違うじゃけ、いや嬉しかったじゃけ、嬉しい涙じゃけとかって言うんだったら、どうでしょう、何すかその声もう陽子ちゃんは俺の中の陽子ちゃんのイメージを嬉しい涙じゃきんって言うかもしれないさ、それは僕はもう引くしかないもんだってそうす、ね、ここは押さんでしょ、うん、どう押すっていう技もある、相手がこの状況で泣いたって、いや、ない何泣いてる、うれしいおい、ちょっと、よこよこよこ、ちょっとこっち見て、こっち見て、いや、なちょーいや、送ってうれしい、ほんとは、ほんとは、ほんとはってからな
ないだろこれ。あ、翼さんお会いしたんですけど、こんな声しちゃう。ちょちょ、だからそのパターンもないでしょ、まあまあまあ、そう引くしかないでしょ。いやここで強気に出る男いないよね、多分、ね、いないと思います。泣かれたら、わあ、ちょっと詳しく聞きてえなー、聞きたいね。何だったんだろう。そっか、今も連絡取れないのかな。いやでもあんつばさんもめっちゃ勇気出したと思うんですよ、ね。うん、まあまあまあそうだろうね。すごいですよね。うん、あんつこの時多分初めての、まあ、彼女というか、うんうん、だったりしたのかな。いやでもお目が高い広島美人多いですからね。あ、そうなの。はい、広島の人と知り合ったことないかもしれんな俺。ですよ。なんか俺方言好きなのよね、広島の雰囲気っていうか、まあなんとかジャケって今ちょっと茶化す感じで言ったけど、はい、方言が強いところなんかいいんだよね。まあよく言われるけど、まあ、福岡とかね、はい、関西弁もねベタに好きなのよ。好きそう。関西弁好きなのよ。めっちゃ好きだな。本当に。なんでやねんとか言われると、うお、なんでもこうもあるかってね。楽しそうだね。ちょっと辛い時とか、はい、どうした。あ、確かになかった、うんうん、うちでよかったら聞くで。どうしたん。いや、こんなこんなでよ。そっか、まあいろいろあるからな。でもええんちゃうん、自分がやりたいのやったらつって。でも俺もやばいかもしれん。確かになんか元気もらえますよ ね、関西弁。確かにいいっすね。ああ。でも今もちょっと恋してるんでしょ、あんつばさん。あ、そうなんですか。あ、まあどれぐらいの感じか分からんけど、本当に、うん、なんかいい雰囲気の方がいらっしゃるみたいよ。ああ、そうなんだ。まあでも俺がこのテーマ考えたんだけどさ、うんうん、まあいいか、もう一個紹介しようか。はい、もう一つ、ベンピーさん、デコリさん、こんにちは。こんにちは、いい上田です。どうも。どうも。先日の放送でクレッソン当選くださいましてありがとうございました。いやいや、もう毎週毎週メロディーでございます。苦渋が悪いので、3名から1名になってからは半ば諦めの心境になっていたので余計に嬉しいです。テレワークや時短によって家で食事をする機会が増え、送っていただいた分をありがたく賞味いたします。お願いします。丁寧に本当ね。今週のテーマ、やり直せるものならやり直したいこと、うん、恋愛絡みのあれこれです。やっぱ皆さん恋愛絡んでいくんだね。片思いの後輩と2人きりになりながら何も言えなかった高校の卒業式。ああ、みんな甘酸っぱいね。二人きりで何も言えなかったねえ、卒業式ですよ。大好きだった彼女と些細なことで喧嘩になり、うん、意地を張り通して別れてしまったことなどなど、うん、ただたとえやり直せたとしても結局同じことを繰り返してしまいそうなので、過去には執着せず、振り返らず前だけを見て進んでいくことにしています。我ながら恥ずかしい話を送りますので、多分これが放送されたらこの投稿自体がやり直したいことになると思います。いやいやいや。それでは皆さん、時節柄お健やかにお過ごしくださいといただきました。はあ、そうだから俺もこのテーマにしておきながら、はい、まあやり直さないよねって俺思うけど。あ、だってもう過ぎたことだから、それが糧になってるからね、うん、逆にもう一回こう成長するっていうんですよね、うん、完全に失敗は本当に成長だからね、うん、はい、俺はもう、まあ、本当にきついこともあったよ、うん、だいぶきついこともいっぱいあった、うん、だからと、じゃあその直前に戻ってあの一言言ったのが失敗だったから戻ってあの一言言わないようにしようっては思わんな。ああ、あのミスがあったから今の俺がいるしね、はい、その次のステップに行った時にはさらにいい男、うん、また次のステップっていうことですね。やっぱり人間的な厚みが増す、深みが増す、うん、奥行きが出るというか、かっこいい。いや本当に俺もなんやかんやここ 1,2 年かなっていう気はするよ、うん、40代中盤ぐらいからやっと、はい、なんか落ち着いてきた感じがする。あ、人間としてまだまだ、もちろん多分いくつになってもそうだと思うけど、60、50、60になった時に、うん、40代中盤後半の俺、はい、若造だったなって。で60になったらそれこそ10年前50歳の俺若造だったな、あの時ちょっと成長したつもりでいたけど全然だなっていうのはもうずっと思っていくと思うけど、死ぬまで。なるほど。まあ、70ぐらいまで生きるとして、やっぱり50、60、青かったなって思う、絶対思うと思うから。ただ現時点ではやっぱり40中盤ぐらいからは、うん、多少
本当に落ち着いてきた感じっていうのかな、はい、あんまガチャガチャしなくなった、うん、気持ちの中でも、うんうん、なんか、そうだね、なんか、この男性、恋愛事情に関してはなんですけど、うん、今、ベンビーさんおっしゃったみたいに、女性の方はなんか次のステップが多いんですけど、ああ、恋愛、うん、なんか、周りだとなんか、元カノに連絡をまたするやつとか、ああ、まあね、男はそうよね、いますよね、男は基本そうよ、寂しくなっちゃうとやっぱりね、ワンチャンじゃないだろ、あ、やっぱそっから来るんですよ、そこはあるでしょ。まあベタな話で言うと、男は別フォルダ、女は上書きっていう。ああ、なるほど。よく言うさん、だから男はもう元カノのフォルダがいっぱいあって、こいつ元気かなとかってちょっと昔のフォルダ覗いてみて。でももう女性は上書きだからもう過去の話なんてもうどうでもいい、もうどんどん新しくして。更新更新だから、うん、あんた誰だったみたいな極端に言うとね。っていうのはまあよく言われますよね、男女の恋愛の考え方の違いとしては、うんうん、なんかこう聞いて見てる感じだとやっぱりベンビーさんおっしゃった上田さんみたいな感じなのが次のステップの方がお互いいいウィンウィンになると思うんですよ。いやでもその後引きずってたかもしれない。俺ももう結構別れてしばらく引きずるし、はいはい、あのすぐ切り替えるって意味じゃないよ。ああなるほど、うん、ただやっぱりその失敗も次への糧には絶対なるし、まあまあ女性関係に限らずね、はあ、でもいっぱい失恋が強くなるだろうね男は。へえ、そうなんです。何度も強くなったね。もう僕は恋を何年休んでますかなんで、もう分かんねえな。ずっと休んでるわけ。ずっと休んでますよ。していこうよ恋は。ダメよ恋は休んじゃダメよ、はあ、別に付き合うんでもいいし、うんうん、ねえ、はあ、気持ち悪いか。いやいやいや全然出ない。何年恋休んでんだい。もうどんなっすか、うん、最後にあれか、あの携帯灰皿と間違って主に下した。あ、そうそうそう、あの女が最後か。あの女が最後です。はい、あの話しとくいちゃう。あ、はい、そうですね。ちょっとあのもう以前こちら勤める前は弁当屋、その前が八百屋だったんですけど、うん、ちょっとごめん、ちょっとなんか塩分が不足してきた。あら、酸っぱいもの食べていい。ちょっとごめん、なんか本当に若干食らってきた感じがします。あれ、ごめんなさいね、ちょっと途中で本当にあれって。でも水分は取ってるかな今日。あ、でもコーヒーだから意味ないのかな。ごめんなさい、一応塩分いただきます。はい、やば。あ、ごめん、大丈夫です。うん、はい、で八百屋に勤めてた時、うん、もう芸人もなりたてだったんですけど、うん、もうその日も八百屋のバイト、稽古に事務所に、で、あとはあの市役所へ育児手当の手続きとか。え、いや、もう 10年前ぐらいですか。お笑い始めたばっかり。ああ、そっか、そっか、お笑い始めたばっかり、うん、すいません、5年前ぐらい。5年前ぐらいもう分からんぐらい恋を休んでんだ君。バグってるな、うん、俺も塩分足りないかもしれない。塩分取りなきゃ。でもそれでもう全然こう外で遊ぶっていうのを見てなかったんでしょうね。この店長、八百屋の店長のかみさんの方が、うん、あの女の子紹介するよって言われまして、うんうんうん、でただ性格がめっちゃサバサバしてるからちょっと合わないかもしれないけど、ホームパーティー呼んでくるから、もしよかったら来てねって言ってくださって、でめっちゃ張り切って、その日はもう市役所行って、その帰りに直接もこのホームパーティーに参加していったんですよ。そしたらサバサバしてるって言ったのに、もうめちゃめちゃ可愛くて、おー、なるほど、愛嬌もバッチグルなんですよね。でもう僕もう酒飲みながらテンション上がってきて、はいはい、どうなって声かけてしかそうかなって考えてた時に、向こうの方から僕にタバコ吸いに一緒に外行かないって言われたんですよ。あ、うん、いいよ、ここまではいいよ。はい、でもうわ、これマシされてるのかなとかいろいろ考えながら行く行くって言って行ったんですよね。でそしたらなんでこうちょっと2人で話す機会になって、なんで芸人やってるのとかで趣味なんなのとかいろいろ聞いてきて、わ、めっちゃいい感じだなと思ってたんですよ。でタバコ吸いながらだったんでちょっと気使おうと思って、やがてちょっとタバコ切れそうだったんで、もう僕親切でこの携帯ハザラ持ってるんでそれを使ってって言ってかっこよくふさって出したんですよ。くらいだかね、はい、でパカって開けたらこれが携帯ハザラじゃなくて市役所で使っていた印鑑の主肉だったんです。ごめん、お力いっちゃった。まあ いや、そしてそしたら、そしたらそれ見た瞬間、うわめっちゃ寒いって言われて、
で急になんかこのサバサバしてるよっていうのが一気にこう身にまとって、うわめっちゃ寒いって言われて、俺苦笑いになってそのまま何も喋らず二人帰ってそのままです。いや勘違いだと間違ったんでしょ、純粋に。はい、いやいやこれ寒いっていう、でも付き合わなくて正解よ。いや、あの本当に二人の関係性がある程度出来上がってて、うん、寒いとかなんか、うん、ちょっと冗談寒いだったらいいけど、リアルガチ寒いだ、ガチ寒い、寒い。お笑いやってるってこのレベルみたいな。携帯ハイザルの代わりに主肉出してあんた面白いと思ってるわけ。じゃあうち市役所行ってから携帯ハイザル出すよ。いや面白いな。めっちゃ面白い。まあ、そんだけの返しができる女性であればな。いいなそんな女性。そうか、そういう女性だったら付き合いたいね。付き合いたい。いやでも付き合ってもうまくいかんかったと思う。うん、そっか。それから恋休んでんだ。そうですね。なこっち来たらもう一度だけね、だから合コンというかコンパ、はい、させてもらいましたけど、もう連絡取ってないわけ、あのメンバーと。はあ、そうですね、取ってないですね、うん、出会いがね。うん、あでももう車ゲットしたから、あ、うん、週末とか名護まで飲みに行けばいいの。そう、名護とか名護に、うん、まあ泣き人ももちろん女性言わするけど、はい、なかなかね、うん、狭いコミュニティで。なんか若い頃のようにこうナンパっていうか、この声をかける行為がちょっとなーっていうのが。なんでよ、枯れるな、先誇れ。枯れるのかお前。でも実際40代から声かけられるってきつくないですか。うん、きついな。きついっすよね、絶対きつい。まあ、急にパッて。でもデコリン30代に見えるから。いやでもなんと年聞いた、まあ、確かにナンパみたいな感じはちょっとな、ちょっときついっすよね、だいぶなんか。マッチングアプリとかは今、あ、やってます。普通にやってる、やってる、やってます。名古屋の人とかで探してる。あ、一応なんか、うん、そういった感じなんですかね。でもなんか課金があって、なんかよくちょっと詳しくは分かんないんですけど、うん、こういうのに登録してる方は見れるんですけど、うん、こう繋がったとしたら無料のマッチングアプリってダメなんだ。ダメっていうか、ちょっとそこまでちょっとごめんなさい、詳しく調べてなくて。いやもうやった方がいいよ。なんか多分連絡取り合うってなったら課金制になると思います。うん、マジ？はい。で、結構高いんですよ。でも桜もいそうだしな。あー、これ怖っ。うわ、そういえば騙された人の話聞いたよ、ほら。マッチングアプリで桜だったっていう。あ、イメージ会のお客さんでいたい。はい、うちのライブに来るお客さんでいたや、そういえばな。なんか、どっかのコンビニだった。音一番近くのコンビニでしたっけ。で、ずっと待ってたっていう。そうです。でなんかリアルタイムでツイートもされてたと思うんですよ、その時。やった。はい、まあでもなんか怖いっちゃ怖いよね。うん、でも今も普通だからな、よく聞くからな。あ、ですよね、もうなんか、うん、当たり前になってきてる。うん、なんか抵抗なくなってきてる女性の方が増えてきたんですか。うん、ね、うんうん、まあ俺はあんまり芸人としてはお勧めしないけど、うん、例えばフォロワーの方、はい、DM 送って、はあはあ、飲み会、ああ、嫌な方がいいな。自分で掴み取らなきゃいけないですよね、やっぱり。うん、だからいろいろやってていいと思うんだけど、内地の芸人とかな、うん、ファンに DM 送ったりする人いるさ。ああ、たまに事件になりますね。はい、炎上したりしますもんね。うん、まあ、芸人に限らずか。うんうんうん、最近もね。ああ、ありましたね。歌手の方とか。YouTuber でもいましたよね、こういう方。だから、うんうん、ようやるなと思う、俺。うんうん、すごいよ。まあまあ、どこに出会えるかわからんからね。確かに、それはおっしゃる通り。求めていきましょう。行きましょう。枯れるな、枯れるな。枯れないぞ。よし。そんなデコリンさんに素敵なニュースが届きました。お、ラジオネームジェラートのサピョンさん、どうも。あ、ありがとうございます。ベンビーさん、デコリンさん、お久しぶりです。覚えてますか？覚えてますよ、もちろんですよ。ありがとうございます。なかなかメールが送れずすみません。いえいえ。いいんです。テーマとは全然違いますが、報告があってメールしました。お、実は、うん、先月、はい、入籍し新しい名字になりました。 おめでとう。嬉しいじゃない。おめでとうございます。ね、入籍してからメールしようと思っていたのですが、うん、次の日にまさかの折り合わ別邸番組終了の発表があり
そこから仕事が忙しくなったのでなかなかメールできずすみません。サーキーには、まあ、別邸で一緒にやってたね、うん、サーキー。サーキーには折り合わせ報告しましたが、はい、放送日を計算して前もってメールしたらよかったなと思いました。とてもね、夕方に生放送をしていた時からこの番組を聞いてスタジオに遊びに行った日が懐かしいです、はい。ではでは、沖縄に帰った際にはクガニファームにも伺いますね。放送も農業のお仕事も頑張ってください。ありがとうございます。えーこや、ですね、えーこ、もうその時は差し入れからこのリスナーさんの見える場所まで来てくださってありがとうございます。差し入れもね、はい、何持ってきたっけ、手作りなんかなかったっけ。なんかありましたけどね、よかった、なかったよね、うん。で、この婚約者の方が内地の方、広島じゃなかったっけ、それこそ、あ、広島だった、あ、そうですね、最初広島に行ったよね、広島でしたね、まあ、その後どうかわからんけど、うんうんうん、うん、ほら、こういったニュース聞かせてくれよ、でこれ、はあ、確かに、ほんと、うちの農場メンバーね、まあ、一旦あの勇気がもう、うん、あのファーストピック、ジュニギノワさんの歌を歌った勇気が、はい、一旦抜けましたけども、うん、また帰ってきてくれることでしょう、はい。で今メンバー3人になってるんだけど、うん、歌話欲しいわ。確かに僕含め岸本みっちー君もまだないですからね、彼女ないでしょ、ないですからね、まあ、みっちーは那覇であのストリートライブやってるから、はい、そこで何かあるんじゃないかな。あ、確かにありそう、めっちゃありそう、みっちーな、うんうん、頑張れ、頑張ります。なんかもうみっちー君とか若いからこの近くにまた明桜大学とかあって、うん、この若い子とか多い、はいはい、多いから、うん、結構なんかたまにこう活気出てきてる時に声かけに行ったりとかしそうな勢いもあるんですよね。あ、一緒に行ったりさ、だから俺もなんかめっちゃ楽しそうって思うんですけど、うん、40歳ですよ、もう1歳1歳でちょっと枯れんなて、いやいやいや、いや41今年、はい、もうないないない、きついっす。まあ普通に考えたら結構きついよな。40代、そもそも俺若い頃もそんな声かけたりとかできなかったんだよな、うん、逆の立場でも20代として40代、20代女性として、女性として40代の方が声かけてきたらきつっってなりますよね。なる即答きつやばってなりますよね。なる。いや、もしあのこれ聞いてくださってる方、見てくださってる方、うん、はい、あのクガニメンバーと、うん、合コンしてもいいよって言ってありがとうございます。もしダメなのかな、ちょっと農場長案件で、まあまあ、ありがとうございます。遊びに来ながらね、ぜひ。いかがですか。いや、そうだね、うん、ちょっと寂しくなってきたな。いやいやいや、でも、うん、うん、なんか那覇とか沖縄市とかでもいいんじゃない。今だから前は ね、うちの事務所ってライブ終わった後、うん、お客さんと一緒に打ち上げしたのよね。あ、はい、うん、ありました。で少なからずそこでお付き合いまで発展していった芸人もいるし、うんうんうん、なのですいません、しっぱいも食べてくる、本当にちょっとよ、ごめんなさい。塩分が熱中症やばい、はい、でごめんなさい、本当にいただきます、うん、もうめっちゃ熱いですから、うん、ね、やばいっすね、はい、いただきます、うん。そういった出会いもあったし、うんうん、うん、まあライブ何回も来てるうちに友達になったりっていう、はい、こともあったけど今出会いがないもんね、うん、ライブ自体少ないし、お客さん入れてるライブ少ないし、うん、打ち上げはおろかライバーとのお見送りもできないから、あ、そうですよね、どんな人が来てるかもわからんし、もう会場でしかこの目をギラつかせて来てくださってる、ありがとうございます。お前舞台からお客さんの顔を探す人。俺ね、舞台からはあんまり探さんっていうか、もう最後のエンディングの時に、あ、エンディングの時はちょっとそうだね、ちょっと見るかもしれんけど、はい、あんまりしないようにして、あれってもう客席から見たら、あれあいつ身ぐるぐるしてるな、すぐわかるからね。自分ではなんか舞台立っては何気なく見てるつもりかもしれんけど、客席から見たらあいつなんかまた可愛い女物色してるなみたいな感じになっちゃうわけよ。めっちゃあるわけ、本当に。俺はあんまりこう知り合い来てるかなレベルでも探さないようにしてる、あいつ可愛い女探してるなみたいに見られかねないというか、なので、はい、あの客席からわからないのよね、うん、あ、確かに照明の光で全然見えませんからね、うん、会場によっては全く見えないさ、うんうん、
なんだけど客席から見てると、はい、あ、目がったと思うわけよ。ふーん、そう、うん、で、あの会場の挨拶の時に、まあ知り合いとかですよ、うんうん、ね、ああ、で、俺はもう来てるのもわからんかった。あ、来てたんだ、ありがとう。あ、わからんかったんだ。デイジ見てると思った、つって。ああ、あるんだよね。あるんですね。そうそう。やっぱりこれはもう、あるあるだね。俺も AKB のコンサート1回だけ見に行ったことあるんだけど。はい。めっちゃ俺見てたからな、みんな。みんな俺見てた。誰がいたっけな、高見なとかいたかな。初期メンバーです。うん、ある程度、早い時期ではあった。うんうん、懐かしいなぁ。AKB メンバーとかの、あ、今、まあ、ガキですよね、やつら。あっちが来るんだったらって感じ。あっちが来るんだったら、まあ、100歩譲っていいけど、俺からはちょっと、俺と均等には並べないかな。何言ってんだ、お前、ヤッサーオイ、ヤッサーオイ、ヤッサー。実際、年齢ってある？下、ここ、上、ここ。いやー、やっぱ、20代はちょっと合わないかもでは。あ、違う。会えばってことよ。会えば。うん、あ、例えば、はい、いや、話があっても20代ちょっときついなとか。はい。やる。そうですね。やっぱちょっと娘に見える。あ、そっか。娘さんが今年 21？ 21ですね。そっか。それ考えちゃうか。うん。で、30代以上できれば。はい。30代以上ですね。同年代がやっぱり一番落ち着くかなとは思いますけど。へー、うん、男は常にあれかと思った、若い、じゃあもう同年代前後。そうですね。上はプラ何ぐらいまで大丈夫？5プラ5ぐらいまでは、はい、40代中盤ぐらいまではじゃあ全然いける感じだ、うん、やっぱりこの合う感じがいいんだ。そうですね、やっぱりあんまりジェネレーションギャップない感じが落ち着くかもしれない。まあ、分からないよね。分かんないですけど。20代のデコリンファン。はあ。諦めねえで。あ、いや。いけるかもしれない。意外と。いや、全然いないな、この感じ。この感じ。分からない。もし、だから、もし20代と付き合ったとして、すぐ別れたとして、で、もう次からは、もう20代じゃないと僕無理ですって言うかもしれない。20代いっそって。そっか、経験ですよ、何事。うん、もしかしたら。そう、でもしっかりしてる20代いるからね。うん、うん、確かに。そこら辺は20代だから、うん、あ、まあでも娘と近いから娘っぽく感じちゃうっていうのはもうどうしようもないところかもしれんけどな。うん、うん、そこは確かにどうしようもないね。はい。まあそこってすね。ニコリンってちなみにあれ、はい、ツイッターとかフォローしてくれたリスナーさんとかファンの方ってフォローバックしてる？あ、はい、させてもらってます。はい、あ、じゃあね、もしよかったらフォローしてくれ、うん、ればね、はい、DM のやり取りなんかもできるかもしれない。できますんで、ぜひいかがでしょうか。うちのデコリン本当ね、お買い得ですよ。真面目な男です。いやで、1週間後 DM 来たか来なかったか報告させてください。よろしくお願いします。ね、さあ、じゃあ今回初めての方がお二方なんですけど、はい、ありがとうございます。抽選しますか。うん、ありがとう。で、まあ本人たちが希望してるかどうかわからないんだけど、はい、じゃあアンツバさんとジェラートンのウサピョンさん。どっちも離島と県外か。あ、そうですね、県外ね。さあ、もしあの希望してないんだったらいいですって、あの するでいいですとかも送らんでいいし、もうそもそもここまでこの番組聞いてるかもわからんし、自分の生まれたらもう終わりかもしれないし。いやいや、あ、アンツバさんこっち来て、じゃあぐるぐる混ぜて俺が右か左右やろう。はい、あ、オッケーです。こっち来てくださった時にもクレソン持って帰ったんですけど、あ、じゃあいいか。あ、じゃあいいよ。いやいや、だるや。あんつまさん一回こっちに食べてるから。いや、いいでしょ。いや、あんつまさんそういう男なの。あ、そう。いいですよ、女性に。あ、譲ってくださいっていう。はあ、優しいジェントルメンなんだ。じゃあもう、うん、無条件で。無条件で、じゃあジェラートのサピオンさん。今回は。当選でーす。ありがとうございます。なので、ありがとうございます。もしあの、クレソン希望であればね。はい。あの、ご住所と、うん、連絡先と。はい。送っていただければ、うん、クレソン発送いたしますので、はい、新婚さんが食べるクレソンうまいんだろうね。うまいはずな、そうか、クレソンを食べる新婚の夜。はい、写真なんか送っていただくとありがたいけどね。まあまあ、もし本当にそういうのはいいんで、うん、もしご希望であればまたご連絡くださればと思います。よろしくお願いします。いい、はい、さあ来週のテーマも決めちゃう。お、いいっすか、うん、ちょっと
ちょっとやっぱ先ほどお話しした6月だよね、もう来週オンエア。そうですね。あ、違う、ギリ5月だ、5月31日24。あ、そうですね、31です ね、 5月31、はい、ギリ5月、ギリ5月31日。うん、です。どうするテーマ、先ほどお話しした便秘キッチンの件で、うん、ちょっとテーマ弁当で。あ、なるほど、弁当にまつわるヘトセトラで、はい、いいですね。過去の弁当の思い出でもいいし、はい、例えばジェラートのサンピョンさんだったら新婚さんですから分からんけど毎日弁当作ってあげてますよっていうこともあるかもしれないしね、うん、うちの弁当の定番はこれですとか、はい、運動会の弁当こんなん持っていくんですけどおかしいですか、私たちだけですかみたいなやつとかね、うんうん、うちでいうと最近は、はい、冷やしそうめん。お、弁当に、弁当、運動会、運動会に冷やしそうめん、最高、いいかも、ツル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 いけるから、わ、涼しい、最高、あ、最高かもとかね、うんうんうん、あ、まあまあいろいろ、なるほど、引きこもごもあるかと思いますんで、はい、ぜひとか、ぜひこんな弁当どんなの作ってみたらどうですかとかアイディアもね、はい、ぜひこういうの、好きなメニューとかも、あ、そうですね、はい、これは外せないんじゃないとか、うん、女性はこういうのが嬉しいですよとか、はい、あれば、うん、聞かなくてもいいんでメールだけでもぜひよくて、いや聞いて、聞いて、ごめんなさい、本当聞いていただければと思います。はい、さあということで、今日はもう本当木漏れ日の中からお届けいたしました株式会社クガニプレゼンツベンビーのオリジンアワーエコ、これにてまた次回です。バイバイ。